合宿で得た自信をもとにさらに、自信を誇りにして自分がスカッとした KO 勝ちをする方になろうと思いますので、相手世界チャンピオンなんで格上なんで、挑戦者のつもりでいきたいです。はい、WKと試合ご覧を行います。赤コーナー WK 世界プレイバンタム級チャンピオン 54.0kg 谷山ジム所属土屋東宝。青コーナーマーシャルアーツ日本キックバンタム級チャンピオン 53.6kg山口ジム所属ラビコー聖騎。放送席には全日本キックボクシング連盟理事の松石光雄さん、そしてスポーツライターの布施さん、布施浩二さんを迎えて放送をお送りしています。松石さん、はい、改めてまたこのメインイベントの見どころをちょっと触れていただけますか。そうですね、土屋は今日はやりますよと、はい、っていうことはまあ本人は倒すということを確約してるんですけどね、はい、まあ、どういうふうにやってくれるかなというのを、まあ、今日はとんとん底の部分楽しみですね。まあ、本人なりのおそらくまだパンチで最後にまあ決めるんじゃないかなとは思いますけども。なるほど、布施さん、パンチで決めるであろうという、はい、そうですね、今2人の表情を見ましたけども、はい、両者とも気合い十分ですね、はい、もうこれはもうオランダの終了のゴングを聞くことはないでしょうね。なるほど、はい、左から入っていきました。ディフェンスに入っているのがラビット関、パンチの応酬、右のローで左のハイ、そしてパンチの応酬。この滑り出しは全くお互い非常に好対照です。全く正反対と言っていいかもしれません。パンチの攻防、パンチで入っていった土屋城、それをディフェンスを取ってローで返していくラビット関。おっと、右突き上げるアッパーから左のコンビネーション、このキックは距離を取った、右アッパー、左の前蹴り。松井さん、はい、どっちかというと下半身というか、ご覧のようにローで潰していこうというラビット関、いや、自分のパンチで相手をノックアウトするんだという土屋城、本当に対照的な滑り出しですね。そうですね、まあ、土屋自身も、まあ、パンチを生かすためにはやっぱりローのキックってこれ絶対必要ですから、はい、まあ、そこの部分を本人も考えてやってるんじゃないかなと思います。はい、布施さんもじーっと食いようにご覧になってましたけども、そうですね、この右のアッパーから入っていく、右くんのストレート、左ミドル。どうぞ布施さん、2人とも気が強いですね、全然引きませんね。はい、まあ、とにかくあくまでも推測の域ですけれども、はい、どうやや嫌がる土屋城、この逆に言うと土屋城の右のアッパーを嫌がるラビット関という、はい、そうですね、でもあれですね、関選手の右ローは予想以上に伸びてきますね。ですね、はい、ですから逆に言うと松石さん、はい、本当に今度はまあ相手敵陣営の話になりますが、このラビット関の右のローは意外とこう当たりが薄くても、これ蓄積されてきますから要注意ですよね。そうですね、ローを受けるタイミングはまあいいですね、はい、またローだ、またローだ、そして相手との距離を外していく、空中から左の肘を当てていきました、右右ストレート。土屋城も相手の動きはよく見えているという感じがします。右のアッパー、相手のガードをかいくぐっての右のアッパー。松石さん、この辺のアッパーいかがでしょう。そうですね、右ストレート、カウント6、ファイティングポーズがカウント8で取れました。今日焦らず一歩一歩行くんだ、ゴングに救われた、
まさに松井さん、よくこの3分戦った後の1分のインターバルで救われるというキックボクシングがありますが、まさにその場面が1ラウンド訪れましたね。そうですね、土屋はもう最初から倒しに行ってますから、はい、だからまあ心配だったのは、まあ、あんまりこう気持ちを入らずにね、まあ、いつもの形で冷静にやっぱりやってもらいたいなと思ったんですけど、はい、布施さんいかがでしょう。いや最後のダウンシーンはびっくりしましたね。どちらかというとですね、1ラウンド中盤までずっとラビット選手がですね、はい、主導権握ってたと思うんですよ、はい、最後のあのダウンでガラリとあのまた試合の流れが変わっちゃいましたね、はい。この放送席の後ろは咳コールがうるさいんですが、当然この私の実況は土屋城片寄実況でお伝えしてまいりましょう。私の大学の後輩でもある土屋城にはぜひ今日はナックアウトで勝利を収めてもらいたい。ここはしかし松井さん、はい、あまり深追いというか、ええ、さっきのやっぱり右のハイキックの件もありますから、そうですね、あまりにもその過信というか、あの感触だけを頼りに行くのは危険ですよね。そうですね、やはりもうちょっとこう下に切らせてもらいたいですね、はい。ちょっとこのローが布施さん、はい、嫌なんですね。このローがちょっと軸足があれだけずれるほどのやっぱり破壊力がありますから、はい、これも一応逃げてはいますが、はい、このコンビネーション蹴りを打った後の前蹴り右のアッパー、さあこの距離はちょっと遠い。右のミドルはちゃんとディフェンスを取っています。ショートレンジ、ショートレンジの左ちょっと嫌がる触りがありました。右のアッパー、そして左ですね、この焦りはちょっと逆に言うとあまり追いすぎると良くない。左のローを放っていった土屋、左左とにかくガードはまださほど相手も落ちてはいません。ここでちょっとスリップか、一気稼いでいくのか、いや落ち着いている土屋が行こうとしましたが、逆に言うと関の方が落ち着いてそれをさばいたという感じでしょうか。ローキックの攻防、辻さんいかがでしょう。いやもう完全にもう我慢比べですね、うん、もう土屋選手はもう下半身にダメージありますし、はい、関選手は結構パンチもらってますからね、はい、右のアッパー、来いよ来いよというそういうリアクションを見せました。両者が崩れ落ちるようにキャンバスの上、まあ松井さん、はい、瀬さんの方から我慢比べ、右アッパーショートレンジ、本当パンチで倒せるか、あるいはこの右のローで牙城を崩せるのかというですね、なんかもう本当にこの2つの我慢比べになりましたね。そうですね、でもラビット関選手はよく土屋選手のことを研究してますね、よく前を押さえて、はい、入れないようにしてますから。なるほど、そうですね、やはり前蹴りは効果的だと。これを左のローもちょっと嫌がってますよ、嫌がってますよ、嫌がってる嫌がってる、見てますね、土屋城には十分その感触が左の足の甲には残っているはずだ。そうそう、左のローキックを多用していくべきではないんでしょうか。土屋には土屋はぜひこれを勝利でナックアウトで収めてもらいたい。まさにこの放送席は土屋城一色でお送りしています。ここで終了のゴング、すごい勝負ですね。まさに本当にお互いの WKA 世界ムエタイバンタム級王者という看板、一方 MA 日本バンタム級王者という看板、両者のスパーク、強いては MA 日本全日本という看板を引き下げての両者。松井さん、ぜひ気になる点を2ラウンド振り返っていただきましょう。そうですね、基本的にその、まあ、相手が中に入りやすいんですよね、はい、今の戦い方っていうのは。で、上に中に入れてしまいますので、っていうのは土屋自身がバンチで倒そうとしてますから、だからその自分が入るのと相手が抑えるのが同時に起こってしまうんですね、はい、で途中で、まあ、左のローを蹴るようになりましたので、はい、それが少し流れっていうタイミング的に、まあ、土屋がやりやすい状態に少しはなったかなと、そうですね、というように思いますね。